思った。 しかし、タイマシが精霊の器とは。マギル、お前もそうなのか？うん、清らかすぎる乙女のわしは精霊が宿りたい器3年連続ナンバーワンじゃよ。ならエレノアの代わりにあんたをライフセットの器にしてもいいのね。却下じゃ。わしはビエンフ1匹で手一杯じゃし。ビエンフを食らえば飽きができるでしょ。ビエン、相手も無理じゃ。
お主らも見たじゃろ。某はあのとんでもない金主相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんとではとてもとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。けどあの女大魔師は器になれた。エレノア様はマギル姉さんより頑張り屋さんでふから。ではなおさら探し出して倒さねばのう。みすみす強力な敵を増やすことになる。見つけるわよ絶対。ここは遺跡みたいだが、どこなんだ？壁や柱の様式から考えると、ここは聖主ウマシアを祀った古代の地下聖殿のようだな。ウマシアは地を司る聖主様じゃったの？そうだ。俺たちが地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。地脈というのはそういうものじゃない。普通の人間には知覚できない自然の力の流れだ。だが古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。人間は彼らの導きによって聖主に近づくべく地脈の近くに聖殿を作った。おほう。聖主は自然の力を操る存在。地脈を聖主と同一視して御神体にしたってわけか。そうだ。聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまりどこも似ておるゆえ、外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明好きよね。いいところであったわ。補給をお願い。いいっすけどダメっす。
す。今回は割増料金でお願いするっす。割増。これ亀屋、知っておるか。この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を食らう。そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリと美味しくいただいてしまうとか。ひぇー、おいらアコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまり。恐縮っす。
てっきり逃げたと思った。姿を消したことは謝罪します。覚えず別の場所に出てしまいました。ライフセットは？私の中で眠っています。容体は落ち着いたようです。エレノアだっけ？私が勝ったら器として死ぬまで従ってもらうわよ。承知しました。代わりにあなたが負けたときは命をもらいます。差しでやるのか？一人で十分よ。呪い！ライフセットは使わないのね。もちろん一対一と言ったでしょ。後で言い訳は聞かないわよ。呪い、ここだ。
消えない傷を刻んで走ろう。リートルペイン手に止まって、効果力ここだ。クライックス未熟だ。勝負ありよ。勝利を確信しても油断するな。なぜ止めた。あなたは器の私を殺せない。同じ条件で戦ったまでです。勝ったら殺すんでしょう。それはそれ、勝負は勝負です。面倒なやつね。けど剣を抜いたら迷うな。非情の戦いは非情をもって制すべしよ。アルトリウス様の戦区なんて不甲斐ない。約束は守ります。あなたの命令に従う。私が死ぬまで。ダメ。体が動かない。精霊が器に干渉するなんて。ライフセット、もう大丈夫なの？うん。器になった反動が出たようだ。わしも覚えがある。高熱を出してしばらくは目を覚まさんじゃろうて。足手まといを連れてどこだかわからん土地を進むのは危険すぎるな。こいつが回復するまで休もうぜ。道連れなんだろう。ライフィセットの器なんだから。そうね。エレノア様は僕がお世話するでぐよ。思い出すでぐ。マヒルー姉さんも僕と契約したとき、2、3ヶ月くしゃみと鼻水が止まらなくなったんでぐ。あれは春先の出来事だったでぐ。ゴーマに精霊に魔女、今度は大魔師が道連れか。厄介なことになったな。他に方法がなかった。仕方ないでしょう。そうだな。ライフセットを失うわけにはいかない。カノ主があれほどの化け物と分かった以上、ライフセットの力は貴重な戦力だ。カノ主、本物の聖主なの？わからん。だがまともな精霊じゃないことは間違いない。精霊があの力で何かをしようとしていることもな。カノ主の正体と精霊の本当の目的、攻略の糸口はまずそれを知ることか。状況証拠から考えればアイフリードの失踪も奴らの企みの一部である可能性が高いな。あのエレノアという大魔師から情報を引き出せるかもしれん。そうだけど拷問は禁止よ。器が壊れたら困る。分かっている。契約を結んだ以上、エレノアが壊れたらライフセットが拷魔化するからな。何それ、聞いてない。器と精霊の宿命だ。危険だが、しばらく身近で泳がせるしかないだろう。厄介なことになったわね。それにしても
アルトリウスにカノヌシ、どっちもとんでもない化け物だったな。なんで嬉しそうなわけ？まだ生きてるからさ。生きていれば戦える。前向きね。そういうゴーマなんだよ。お前はどうなんだ？敵討ちは諦めるか？あいにくそんなゴーマじゃないわ。なら、あいつらに勝つ方法を見つけようぜ。絶望するのは死んでからでいい。付き合ってくれるの？ああ、生き延びられたのもライフィセットのおかげだしな。知ってるだろう？こう見えても義理がたいんだ。無理しちゃダメよ、まだ。ごめんなさい。なんで謝るの？僕、ベルベットの命令破っちゃったから。おかげで私は生きてる。僕、ベルベットが死んだら嫌だと思った。だから助けたかったんだ。ごめん、偉そうなことを言って。私はあんたを物扱いしてた。一緒に行くって決めたのは僕だよ。ベルベットはどうするか聞いてくれた。これからもきっとまたひどい目に遭うわよ。まだ戦うんだね、ベルベットは。引けないのよ、私は。それでも僕はベルベットと一緒に行く。そう。ここどこだかわからないし。それもそうよね。いやはや、物より生き物をもてあそぶ方が残酷じゃというに。どういう意味？聞きたいのはこっちじゃ。仇を前にして爪痕一つ残せんかったんじゃぞ。これからどうするか策はあるのかい？認めるわ。カノヌシの力は想像をはるかに超えてた。けど私は諦めない。何度だってあいつらに食らいついてやる。折れる方に百ガルド。あ？お主の牙が折れる方に百ガルドかけたんじゃよ。お主が生きておったせいで六郎との賭けに負けてな、10ガルド取られてしもうた。それを取り返したいんじゃ。勝手にすれば。おお、賭け成立じゃな。これでお主に同行する楽しみができたわい。暇が潰せればあとはどうでもいいんじゃがな。ベルベット、カノヌシのことだけど、これ離宮から持ってきた本？うん。でね、この表紙の紋章って、神殿にあったのと同じ。これカノヌシのことが書いてあるの？うん、古代語だから読めないけど。しょげるな坊よ、
グリモワールというわしの知人なら解読できるやもしれん。本当かどうかは聞いてみねばわからんがな。どこにいるの、その知り合いって。さての、最後の便りはサウスガンド領のイズルトからじゃったが。当てにならなそうな当てね。そこをあがいてみせるのがお主の仕事じゃよ。ご期待通りにやってみせるわよ。せいぜい折れんようにな。うわ、遺跡の中で休みましょう。あんたは病み上がりだしね。私はゴーマに看病されたのか。未熟、未熟、なんという失態だ。この罪を償うには、お許しください、アルトリウス様。これはメルキオール様の更新精霊術。メルキオールに血脈をたどらせてみれば妙なことになっているようだね。アルトリウス様、この失態は。顔を上げなさい、エレノア。お前に同志の特命を授ける。同志の特命。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス聖領本部に回収せよ。なお、この特命は特等タイマシ以上の機密事項とする。あの聖霊を守ってボートに連れ帰れと。しかも内密に。たくまず器になれたのは好都合だ。ですが、あの者は器である私の行動に干渉できるのです。聖霊が意志を持つならそれを操れば済むこと。同志アルトリウスの名において、匿名完遂に必要ないかなる行動も許可する。ゴーマに従うことも含めてですか。そこまでするとあの精霊は一体。できないか。屈辱は所詮一時の感情。
断りと意志こそが最悪を切り払う剣。この命はアルトリウス様の教えに従って使います。まもなく血脈が閉じ、以後は独自の判断で任務を果たせ。起きたな。具合はどうだ？問題ありません。もうあんなことしないでね。痛いのは怖いでしょ？大丈夫、私はもう逃げません。僕はライフセット、よろしくね、エレノア。ええ、こちらこそ。逃げようとしたら、あんたの手足を食って動けなくするわよ。生きてさえいれば、器の役割は果たせるんだから。その必要はありません。私は、あなたとの決闘の前に誓約をかけました。負けた場合、相手に従うという枷によって、自身の力を引き上げる術です。一度発動した誓約は、自分でも解除できない。私は、あなたとの約束を守らざるを得ないのです。制約、なら早速質問に答えてもらうわよ。聖霊はカノヌシを使って何をする気なの？もちろんゴーマを消し去ることです。開門の日から続く大災厄の時代を終わらせるために。具体的にどうやってゴーマを消す？願えばカノヌシがゴーマを皆殺しにするとでも言うのか？そこまでは知らされていません。カノヌシの祭祀は聖領でも機密事項で、メルキオル様が取り仕切っていることくらいしか。やっぱりカノヌシの正体を知るにはライフセットの古文書を解読するしかなさそうね。古代語を読めるっていうマギルーの知り合いに当たってみるか。サウスガンド領のイズルトに行けばそやつの手がかりがあるはずじゃよ。その前にここがどこか調べんだ。まずは人か集落を探すんだ。わからんことだらけで何とも頼りないな。それでも知ろうとしないと、ずっとわからないままだよ。おお、こりゃ一本取られた。こんな精霊もいるの？エレノア、あんたの役目はライフセットの護衛よ。相手が対魔師でも守り抜きなさい。逆らえば。わかっています。逆らえないと言ったでしょ。いい、ライフセット、エレノアが妙な行動を取ろうとしたらすぐに止めるの。でもエレノアは悪い人じゃないと思う。それに誓約で約束は守るって。誓約なんて嘘に決まってる。あれは命を懸けて使うようなもの。じゃあ複雑な儀式と試練を経てやっと完成するめんどくさい術じゃよ。言ったでしょ、あいつの目的はあんたを連れ去ることなの。女を見かけで判断しちゃダメよ。そうじゃぞ。というかそもそも悪者はベルベットの方じゃけどな。否定はしないわ。どうしたライフセット？女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ、女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女、女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる、わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？
女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃの。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットはロクローたちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンやロクローの出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え？あ、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。